本当にいいのかい？あ、けれどそんなことをすれば君は言ったはずだ。もう戻るつもりはないと。剣を奪ってどうするんだい？僕は君と出会わなければよかったのかもしれない。お前を巻き込んでしまったことは悪いと思っている。だな。いや、いいんだ。元を正せば僕が君に剣のことについて話してしまったことが原因なんだからね。これはきっと運命だったんだよ。僕と君が出会うことはね。あ、変な意味ではないからね。ただ、そうだね。偶然はそれが起きた時に必然となる。どんなことも偶然ではなく、運命は必然の上に成り立つ。ならば、僕と君が出会ったのも、ここで君が剣を手に入れることも、すべては必然だったのかもしれない。そう。神が報いを受けることも。話はそこまでだ。行くぞ。そうだね。きっと運命が導いてくれるだろう。僕たちのあるべき未来へ。
抜けた。なぜ封印を解いた？お前が神か。その剣、なぜ封印を解いた？黙れ！俺が聞いているんだ。お前は神か！だとすれば、どうするのだ？神は存在した。ならばなぜ俺の声に耳を傾けない？俺や俺の一族がその一生を捧げ尽くしてきたというのに。神ならば奇跡を起こしてみろ。レーナを蘇らせてみろ。祈り、奇跡を待つことに意味はあるのか？祈るだけで全てが叶えられるのであれば、それはもはや奇跡とは言わぬのではないか。奇跡とは、起こそうとし自ら前に進もうとする意志と、それらを現実のものとするため道を切り開く者のみに与えられるもの。神であろうと誰であろうと、他者に与えられた奇跡に何の意味がある？人ごときには奇跡を起こせぬというのか？お前たち神はどれほど人の血をすすれば気が済む？流された血が大地を覆い世界を沈めるまでか？世界を滅ぼし人を滅亡させてもまだ足りぬというのか？神ならば奇跡を起こせ。奇跡を起こせぬ神ならば不要。人と等しくその身を土くれとせよ。人の身で小賢しい。カオス様、ここは私にお任せを。カオス以外の神、いや、そんなはずは。我は闇夜の王カオス様のしもべ。闇の中にあり闇を世界にもたらす者。暗黒の魔王サマリル、神に刃向けし愚か者よ、死してその罪償うがよい。来る。いずれ尽きる命ならば燃やし尽くす。
戦いに終わりはない。我が一ごときに。次はお前だ。それは光も闇も昼も夜もなかった時代、遥か太古、世界創生の神話。一つの体から生まれし12の神は造物主となり、世界と12の種を生み出す。世界は神の理想を具現化した完全な姿になるはずであった。しかし一つの戦いは世界を光と闇に分かち、不完全な世界が創造される。一つの戦いは世界の混沌をもたらし、一つの戦いは世界を滅ぼす。三度にわたり繰り返された光と闇の戦いにより、主は太陽、強大な神々の力により、ついに世界は滅びを迎える。残された六神は世界が崩壊し、多くの命が失われたことを7日7番の間嘆き悲しんだ。やがてその涙で世界が満たされると、残った神は滅びた種に自らの肉体を分け与え、世界を再生させたという。神話の中にのみ残る世界は失われ、新たな世界が誕生してから数千年の時が経ち、その流れにより神の存在は忘却の彼方へと押し流される。人々は知らない。それが悲恋の物語であること。悲恋が常に悲劇を生んできたこと。そして世界は終わりを告げる。
い込んでいた夢をさあった教えてあげるための別れ。手のひらに自分だけの宝石が信じられる強さで時を満たすよ。まばゆさに目を凝らせ、その先の真実へ。手からも緩かないと自分に誓うんだ。あなたからもらう勇気、私から渡す奇跡、純粋な色彩で今未来を開く。なんですから。お前は。私はアイナ。この近くに住んでいます。今から私の家に行きますから、そこでゆっくり休みましょう。さあ、気持ちを楽にして目を閉じてください。ですか。これ以上迷惑をかけるわけにはいかない。そんな迷惑だなんて。傷もまだ完全に癒えたわけではないですし、無理しないでください。傷なら問題ない。体が動けば十分だ。体が動けば大丈夫だなんて。あんなにひどい傷だったんですよ。普通ならおそらく止めても行くんですよね。助けてくれたことは本当に感謝している。わかりました。私も一緒に行きます。やめておけ。俺の傷を見たと言ったな。この先何が起きるかわからない。一緒にいるのは危険だ。俺に構わず、これまで通り自分の人生を生きよう。バイスさんの負った傷は驚異的なスピードで回復しています。それでもまだ十分に回復したとは言えません。私は癒し手です。この力が、この命がある限り、私は癒し手であり続けます。だから、一緒に行くんです。それに、バイスさんは記憶をなくしているんですよ。少なくても、この辺りを案内できる人が必要ではありませんか？こんな場所に一人で暮らしているんですよ。大丈夫です。自分のことくらいは自分で守れますから。そうだな。もしかしたら、俺が考えるより、お前は強いのかもしれない。だが、無理だけはしないでくれ。俺は、大切な何かをなくした。それが何なのか、覚えてはいない。だが、もう何も失いたくはない。バイスさん、わかりました。
無理はしません。約束します。でも、バイスさんも無理はしないでくださいね。まだ傷は癒えてないんですから。わかった。約束しよう。町までは距離がありますから、休み休み行きましょう。私も準備をしてきますね。少しだけ待っていてください。この辺りで少し休みましょう。傷は痛みませんか？大丈夫だ。それより町へ向かった方がいいだろう。思った以上に魔物が多い。でも、いえ、そうした方がいいかもしれませんね。私が小さい頃はこの辺りで魔物を見かけることはほとんどなかったんですけど、閃光の日の後からでしょうか、魔物の数が急に増えてきたように感じます。閃光の日？バイスさんは記憶がないんでしたよね。あれはバイスさんと出会う少し前ですから、もうだいぶ前のことになりますね。その日、突然発生した目もくらむような閃光に世界は覆われました。それは神々しいというよりは、世界を破滅させるような神の怒りを思わせる稲光のようでした。後で聞いた話だと、光は中央の大陸から広がったということでした。どうしてあんなことが起きたのか、今も原因は分かっていません。ただそれ以来、中央の大陸とは連絡が取れていないようで。それから魔物がよく出るようになって、だから皆さん、あの光が関係しているんじゃないかって。私も。だとすればなぜあんな場所に一人でいるんだ？それはバイスさん。来るぞ。下がっていろ。この程度。
その命、俺の罪の一部としよう。追撃をかける。はっ、遅い、うん、遅い、そこだ、うん、うん。戦いに終わりはない。引き返すわけにはいかない。動くな、まだ終わっていない。そんな、そこにいるんだ。でも、情けない姿ですね。神を殺した者がこの程度の魔物に遅れを取るとは。神を殺しただと、一体何のことだ。聞きたいことがあるのは私も同じです。あなたとは一度ゆっくりと話し合う必要があるでしょうね。その前にこの出来損ないを排除します。お仕置きの時間ですよ。さあ、いらっしゃい。面倒ですね。やるしかないのか。行きます。逃がします。はっ、これです。来なさい。わかった。
目障りです。消えなさい。そこ行きなさい。時間の無駄です。引き返すわけにはいかない。なんともない。先ほどの魔物に宿った力の痕跡をたどって正解でした。おかげであなたに出会えたのですからね。あなたはバイスさんをご存知なんですか？正しい表現ではありませんが、ええ、そうですね。あの魔物もあなたのことも知っているということになるでしょう。私もですか？お前は何者だ？それが人に尋ねる時の態度ですか？あ、私はアイナと申します。こちらはバイスさんです。バイスさんは記憶をなくしているんです。それで手がかりがないかと町へ向かっている途中だったんです。記憶がないですって？そういうことですか。神殺しであるあなたがあの程度の魔物に苦戦していたのもうなずけますね。私が何者かと言いましたね。そしてなぜあなた方のことを知っているのかと。その問いに答えて差し上げましょう。私は今神の代行者として歪んだ世界の断りを正す者。神の代行者？世界が歪んでいるというのはどういうことですか？もしかして閃光の火が何か関係しているのですか？そう、あなた方はあれを閃光の火と呼んでいるのですね。あなたの言う通りです。あれは神の慟哭です。世界を破滅へと導くね。世界を破滅に導く、どういう意味ですか？言葉の意味そのものです。それ以上でもそれ以下でもありません。なぜ俺を神殺しと呼ぶ？今言ったはずですよ。言葉の意味そのものですと。あなたにはその責任を取ってもらいます。そのためにあなたを探していたのですからね。俺に何をしろと？失われた神の力を取り戻し、神を蘇らせるための器となることを望みます。器ですか？そう、器です。神はあなたの手により殺されました。ですが神はあなた方とは比べ物にならないほど高貴な存在です。肉体が滅びようとも、その力は決して滅びることはありません。今も世界を漂い存在しているのです。それらをより集め一つにすることができれば、神は元のお姿を取り戻すことでしょう。その時こそ歪みは正され、世界は均衡を取り戻し、
繁栄を享受することができるのです。俺がその器とやらになることを拒んだとしたらどうなる？その時は世界が滅ぶだけのこと。もっともあなたに拒否する権利はありませんが。なぜあなたが神を手にかけるなどという愚かなことをしたのかは分かりません。ですが、神殺しという大罪の代償が器となるだけで済むのだとすれば、とても幸運な取引だと言えるでしょう。神にとってはフェアな取引ではありませんからね。神の慈悲に感謝することです。それに望むと望まざると、それがあなたの運命なのです。あの魔物が死を迎えた時、感じたでしょう、神の力を。魔物に神の力が宿ったということですか？なかなか鋭いですね。神に選ばれただけのことはあります。私が神に選ばれた？町に向かう途中だと言っていましたね。その町というのは、体を休められる場所はありますか？はい、宿屋ならありますけど。私はここまで長旅をしてきました。体を休める必要があるとは思いませんか？そうですね。気づかないで質問ばかりしてすみませんでした。町まではもう少し歩かないといけませんけど、日が沈む前には着けると思います。そうでしたら行きましょう。私には時間はありますが、あなた方には時間がありませんからね。さあ行きますよ。案内してください。はい、こちらです。バイスさん、行きましょう。